はい、龍馬電気庫、坂本龍馬の歌碑がある、靴間橋の近くに来ています、ここは福井市内なんですけど、有名な歌碑がね残ってて、旧大名当主の方がこちらに設置したということです。で、坂本龍馬越前というとね、あれって思う方もいるかもしれませんが、精力的な方ですので、ここは何人もね、横井先生とかいらっしゃるんですけど、それ越前藩、松平春学校ですね、松平義長校、の、配下というか福井藩ですよね、越前藩の、有志の人たちがいたわけですよね。で、横井翔なんていうとね、熊本とか思い出すという方もいらっしゃると思うんですけど、坂本龍馬という方が本当に足しげく通ったっていうのは、それは江戸ももちろん行きましたけど、一番は京都 で、その次は大阪とか京都ですよね。で、神戸は清廉所の関係で行ってて、あと九州、あと四国はもちろん土佐がありますので一番多いのかもしれないんですけど、西日本、江戸より北は行ってないと思うんですよね。ですからもうほとんど主要な、この時代の主要な都市には足を運んでると、そんな一つの越前なんですけど、遠いですからね、越前って言ったって今みたいに新幹線ですぐ来れるわけじゃないですからね、よほど思いがあったんでしょうね。やっぱり国がまとまるためには、その有力諸侯って言われてた人たちですよ、松寺春嶽っていう方ですけど、そういった方たちの協力がないと何もできないと。でさらに、藩主がそう思ってても、藩士、有力な、藩士の方たちが動かなければ何にもならないということになりますよね。これ邸宅跡って書いてありますけど、これ敷地内か、敷地内なんですね。今の堤防ができてるんで、この川沿いに邸宅があったようですね。三岡八郎っていうんですね、実は前回も来てるんですけど、確か動画撮ってなかったなと思って、横井翔南が訪ねてきたっていうのはすごいですよね。反対側に銅像があるんでね、ちょっとそこも写しておきたいと思いますけどね。ちょっと龍馬さんを中心に考えるといろいろ面白いですよね。これはいいですね、歌碑っていうのはね。